紀二軍は、東末から北総にかけて、火星回廊の頓行を中心として支配した政権である。葬儀金が政権を取る前までは、金山国。党の節度氏に認じられたことを、権力の基盤の一つとしたが、中央政権の成長ではなくあくまで独立の政権として機能した。長義場が一番に反抗し、拒兵して立てた。最盛期は、 火星地区の11州を統治したが、後に領土が減り、主にウリ州、サスの2州に割挙した。長氏、宗氏の領氏によって統治された。910年頃の火星回廊の国々。940年頃の火星回廊の国々。改正5年、海骨汗国が滅亡すると、ウイグルの人々が火星回廊に流入してきた。第12年、長儀寺は、木儀軍を組織し、 呂州、佐数の二州を支配した。大中三年には、関州と宿州の二州が、大中四年には伊州、港通り二年には、両州をも支配下とした。その様子は、西は囲碁を尽くし、東は霊文に接す。四千余里の地を終え、戸口は百万の家、六軍の三が、延然としてきすと記された。大中五年、長儀寺を後から、 木木軍節度氏に任じられた。節度氏に近似する軍艦である、王ガは、木木軍政権の中堅の支柱であり、中核の勢力であった。節度氏の長義塩はは、王ガを通じ、各個の階層の官員を、自身の木木軍の系統に組み込み、統治の基盤を拡大させた。港織八年、長義塩は入庁し、使徒に任ぜられた。留守の同地は、老いの長巡真が統治した。 皆通13年、長義治が長安で死去すると、節度氏の地位は長順心に引き継がれた。皆通十11年9月、青州のウイグルが侵入してきたが、長順心は西切り替にて勝利した。イヌイフ2年正月、再度ウイグルが侵攻してきたが、これも撃退した。イヌイフ3年、ウイグクルにより、異州を攻め落とされた。大順元年2月22日、 長義治の娘婿である佐久が政変を起こし、長純心夫妻と六人の子を殺し、長義治の子の長純家内を擁立した。この政変には研究者の間で諸説ある。二年後に、長純家内が死ぬと、長純家内の子の長章法を差し置いて、佐久が自ら節度師となった。しかしこれに不満を持った長子一族により、佐久は殺害され、長章捧ぐが節度師となった。 朝尚笹具は自ら西館金山国の金山白衣天使と称した。この頃には支配地域はウリ州、サスの二州となっていた。朝尚笹具の死後の起源軍は作の娘婿で、長義治の孫娘婿である葬儀金に引き入れた。葬儀金は縁組等でウイグルとの融和を図った。葬儀金の後はその子の葬元徳、葬元臣。 そ元忠ただの兄弟が、順に後を継いだ。頓孔抜光屈が作られたのは主に、そ元忠ただの時代である。そ元忠ただの死後は、そう、玄徳のこの荘園安氏、さらに、そ元忠ただのこの荘野ベロクに受け継がれた。皆平成5年、君軍は再度監修ウイグル王国と交争となった。同時期、荘野ベロクとその弟の荘野ベズイが、 俗氏の曹操樹に迫られ自殺に追い込まれ、曹操樹が木義軍の政権を掌握した。この政変に対し、北曹はしかし、日々政策をもって退治したので、曹操樹は木義軍節度氏に任命された。この頃木義軍は、領土通り師を開始した。慶徳三年、唐半朝によって、宝丹王国が滅ぼされた。寺院僧侶たちはこのことを聞いて、大いに恐れた。 曹操寺は、寮内の各仏教寺院に収蔵されていた教官文書約45万件を、サスの抜工靴に秘密裏に運び隠した。これが今日の遁光文献である。大中幸府七年、曹操寺が死亡し、その子の曹操順が即位した。曹操順は、天気四年と天気四元年、二度北曹に長考している。北曹により、節度市に、 呂からは、頓孔軍王に任ぜられている。ケースケ2年、騎議軍政権は聖火を建国した、リモトゾラにより滅ぼされ、創始8代目の騎議軍節土師であった、創建順は、戦期の部下と共に、聖火に投降したとされる。頓孔官文社本 P3451、長淳新編文、呂氏、本儀第16、聖胸棚第7、西懐巻後、 ありがとうございます。